で掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギター編み物の料理をするの、変わらない毎日。はパズルに脱ぎおやつ、いたずらバレエ、そしてチェス、焼き物、それからキャンドル作り、ヨガとタイガ、運動、裁縫、同じ本を読み返して、また絵を描く、もう飽きたわ、一人部屋で長い長い髪を溶かしながら考えてる、私のこんな暮らしいつまで続くの。明日は光が夜空の。